はい、おはようございます。1月29日。ヤフーのニュースに載ってるんやけど、僕の地元福岡の地元ネタね。強盗の疑いで大学生の男を逮捕。福岡中央区ってね、南区の方でもね、また別件で、女の人に刃物向けてさ、金出せって言ったとかいう報道がね、別記事であっていたけど、福岡市中央区の路上で去年7月、女性がバッグを奪われた強盗事件で、警察は21歳の大学生を逮捕しました。強盗の疑いで逮捕されたのは、福岡市城南区に住む大学生、吉川祐介容疑者21歳です。吉川容疑者は去年7月、中央区大宮の路上で30代の女性に刃物のようなものを突きつけ、現金1600円などが入ったバッグを奪った疑いが持たれています。警察によりますと、防犯カメラ映像の分析などから吉川容疑者の関与が浮上。取り調べに対してはお金が欲しくてやったと容疑を認めているということです。福岡市南区では今月25日と28日に刃物のようなものを持った男が女性の財布を奪おうとする事件が起きていて、警察は関連も視野に捜査を進めていますということでね、新聞記事とか見るとね、やっぱ類似の事件が起こってるみたいなんですよね。でさ、オレオレ詐欺の変化版でさ、ルフィに言われましたとか言ってね、闇バイトに応募した人がさ、ね、もう今20人以上捕まってるらしいですね。で、今ちょっと市民も強盗とかね、そういうことに敏感になってる時に、こういう事件をやらかすとね、マスコミ報道に出ちゃうってことですね。で、強盗ってさ、罪どれくらいかなと思って調べたらね、強盗罪は、5年以上の有期懲役。あんた強盗したろうがっていうことで起訴されて、ね、有罪ですって言われたらさ、5年以上の有期刑っていうことは5年間刑務所に入っとかないかんっていうことよね。執行猶予もなおもなしやけんさ、有期刑ってわざわざ書いてあるっちゃけんね。で、これは間違ってさ、人を、ね、強盗に入ってトラブって、刺しました、死にましたになったらどうなるかというとさ、強盗致死傷罪は無期または6年以上の懲役の無期になる可能性もあるわけよね。死刑にはならんけど、一生刑務所に入っとけっていう犯罪になるわけよ。たかだかさ、1600円の現金を奪うのにさ、そんなリスク犯していいんですかって。日給100万円でも合わんぜね。ちょっとね、昔強盗ってさ、コンビニとかが広まる前はさ、年末金策に困ったおじさんがさ、郵便局に押し入るとかいうパターンがあったよね。年末にね、そういうの多いから防犯運動しましょうとかさ。それがコンビニが広まって、今度はどこにでもコンビニ、現金扱うコンビニが近くにあるもんだから、コンビニ強盗が主流になったんよね。で、コンビニ行ったってそんな何十万も取れないからってんで、オレオレ詐欺とかさ、闇バイト強盗がさ、流行るようなご時世になったんだけど、やっぱね、真面目にね、働いた方がいいって。自分も借金1600万あった時期があるけど、それ住宅ローンだけどさ、1年復帰してね、4年で返したもんね。だから、必死こいて働いたらさ、年間400万を貯めることっていうのは、できないことじゃないんですよ。ね？ 5 年間刑務所に入っとくのがいいんですか？それとも4年間必死に働いて、1600万貯める方がいいんですかって、それをちょっと天秤にかけてさ、よく考えてみましょうっていう話。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。